はい、今日はこちらバウンドレスボヤージのスキットルを紹介していきたいと思います。こんな感じですね。まあよくあるデザインです。で、スキットル昔から欲しくてずっと探していたんですけれども、だいたいスキットルって基本的には銀、それからピューター、あとはステンレス製のものが多いです。ステンレスのものは匂いがつくとか、ピューターのものは重いとか、まあいろいろデメリットもあって、できればチタン製のものがいいなと思って探していました。今回ですね、これを買った決め手は何かというと、ここですね。ここ、リッドの、ホルダーがついています。なので、まあこうやって開けても手を離しても落っこっていかないというところが、決め手でした。でね、まあ、スキットルって言うと、まあ、こういうデザインのもの多いんですけど、そういったものはステンレス製です。で、フルチタンのもの、まあ、一番有名なのは多分、スノーピークさんが出しているフルチタンのスキットルがありますが、そちらもですね、残念ながら、こういったリッドホルダーが付いていなくて、普通に、リッドを開けると、まあ、ちょっと落っことしたこともあるかな、というところが、なかなか買うに、至れなかったところです。で、今回ですね、やっと条件を満たしたもの、フルチタン、それから、リッドホルダーが付いていること、といったものが、発見してですね、早速注文してみました。で、こちらお値段が、4500円。まあ、非常にお安いですね。で、中国の工場で作って、2週間ぐらいで、送られてきましたね。で、Amazon で買えます。で、アマゾンのレビュー見ると、結構中身にゴミが入っていたとか、いろいろパッキンがなかったとかっていう、いろいろあるんですけど、まあ僕のはそういうのは特になくてですね、非常に綺麗で、まあ切削跡も、特にクズもついてなくて、非常に工作精度も高くてですね、いいなぁと思います。はい。で、こちら、おまけでですね、こういうちっこいカップですか。もついてきました。こちらも、フルチタンですね。で、まあ、二重構造になっているみたいです。まあ、こちらも両方ついて4500円というお手頃なお値段です。まあ、スノーピーク製の同じものチタンの、スキットル1万5000円ぐらいするので、まあ、それから比べると、まあ、試しに買ってみるレベルで買ってもいいのかなという感じですね。まあ、今のところ、水を入れてですね、こう垂れないかとか、いろいろ試してみたんですけど、まあ、特に問題なく使えそうな感じです。なので、次回焚き火するときは早速これを使ってウイスキー入れて持っていきたいと思います。はい。で、今日は、バウンドレスボヤージの、チタンスキットルを紹介しました。はい、以上です。ありがとうございました。